さあ先ほどは3番ではなく4番ホールでした。今度が5番ホールです。5番ホールのベントは136ヤード。136ヤードショットになります。さあ5番ホール、こんだけショートコース回ってんだからパターロン、いいショット、うん、あ、うん、左だね。左すぎます。強すぎるんです、綺麗に。うん、あ、本当だ。やめてくれ。いいぞ。お、いいぞ。ちょっとフェードしてる。これ完璧じゃない、うん、ちょっと右に行っちゃう。いや、いいグリーンオン。あ、でかい、やっぱちょっとでかいんだ、うん、さっきと一緒。あ、間違えた。これ多分コースちょっとさ、もうちょっと見ながら。そうでしょ、でしょだね。分かんないけど、あ、ちょっと待って、どうかな。7番、オッケー。いいよ。いや、ドローしないな。え、浜は速すぎるってこと？そう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 。浜どう思う、それについて？でも俺の上げすぎも確かにあるから、ちょっと今度ちょっと上げないようにして。ちょっと手首なんだよね。手首使ってる？めっちゃ使ってる。あ、そう。浜は2打目。でかい。オーバーです。さあ見せ所です。エッジから、オッケー。これでシャンニーだね。うまっ、うまいけど、あーちょっとね。でもナイス。さあパターロ選手、ちょっと難しめのライで。大きいでしょ、それはさすがに。まあでもナイス。ほら、バーチャーだった。左スライスです。この辺を入れておくとでかいよね。つや。あ、ラインが違うね。OK、ボギー。さあ、とうとう入れれば。スリーポイント。うん、なんとなくね、切れなかったよね。いやー、ちょっと弱い。おー、欲しい。内包。やべ、入れてキャリーだから。うまいと通るのか。見て、内から入った。変なもん握り方してる。来た、はい、森川。おー、ナイス。おー、ナイス。3ホール連続。ナイス。はい。森川。124。意外とね、あそこはこう見えて、奥が。6番ホール。124と書いてあるけれども、多分124も絶対ない。さっきからオーバーばっかしてる。いいね、いいんじゃない、ピン筋じゃん。あ、でも届かないまであるのかな、これ。なんかやっぱそうだね。あ、届いてない、やっぱあるんだ。あ、ちょっとトップというか、起き上がり早かったね。バンカー、ちょっとこれは難しいそうな魅力ラインです。いいよ。あ、届かないんじゃない。これどうでしょう。届く？届けばいいところ。はい、ナイス。あ、むしろいいところで。うまいけど弱いね。あ、でも下って。待ってこい、待ってこい。まだチャンスある。こういうのうまいんだよな。さあ見せてくれ。いや、さすがに短くない？
あ、でもよまあそうやって転がってくるのね。いいよ。おお、惜しい。惜しいけど。さあ、パターロの、あ、その前にいいよ、打っちゃう。あ、ちょっとカメラはあれだけど、まあいいや。まあカメラあんまり気にせず。ナイスボギー。うーん。ここでボギー。ここはもう2パットで勝ちだ。おお、これはいいね。さあ、二子玉川方面に最終ホール。7番、135ヤード。アーマン、ホラサバル。ちょい上げてるね。なんか今日ずっと右に出てんね。うん、さあ7番ホール、まあ、一応最終ホールです。だいぶ上げてる。あー、シャンク出ました。アンテナです。ちょっと左じゃない？キーは困った。アマン選手、25ヤード。ドイドイドイ。トップです、トップです。オレちゃん選手も25ヤード。うん、うまい。OK。 いや、スライスしたね。ちょっとしたね。ナイスタッチ。うん、ちょっとトートの下ね。これです。はい。いや、弱い。1ワンポイント来た。パーパット。はい、ボギー、ナイスボギー。さあ、2周目です。1番ホール151。はい、3周目に入ります。